山ちゃん、テールドル、よし、レッドブル緊急事態、ドライバーズタイトルを死すせよ言えてないレッドブルのモータースポーツ、アドバイザーのエルムート・マルコは、フェルスタッペンがドライバーズタイトルを獲得できるのであれば、コンストラクターズを犠牲にしても構わないと語りました。我々のパフォーマンスが下がっているにもかかわらず、マックスはまだ62ポイントもリードしとるんじゃが、このままの調子が続いとったら急速に縮まる可能性があるんじゃ。チェコか、チェコは何も悪ないんじゃ、あいつはただマックスより遅いだけじゃけの。最優先はドライバーズチャンピオンを取ることなんじゃ。ちょっとマイルドにマイルドだったんですか、あれで。ちょっとこうマイク音割れしないようにちょっと気を使ってみたんですけど、実際どうか分かりませんけど、5からぐらいですか。そうですね、10からまだいってない、はい、まあおじいちゃんどさくさに紛れてチェコはただマックスより遅いだけと本当に言ったのかどうか、タロG の創作なのかどうかもよく分かんなくなっちゃってるんですけども、いや一応タロG が読んだ元記事には、はい、チェコは悪くないみたいな、マックスウェル、あいつは遅いだけだと悪いんじゃないですか、そしたら、チェコをバッサリと、はい、どさくさに紛れて、え、どういうことみたいな。なんかしかも、OE24 大文字で O と E と数字の24っていうところにマルコ G が語ったっていうんですよ。媒体なのかポッドキャストなのかよく分かりませんけどまあ、おじいちゃんが吠えたっていうのが言いたかったんだろうなっていう、まあ太郎さんもじゃあちょっとやってみようかってやりたかったんだろうなって、やりたかっただけ、やりたかっただけの、はい、もうレッドブルは緊急事態っていうのはもう皆さんもご承知の通りで他の動画でも喋ってますから特に改まって、何かっていうことはないんですけどね、まあ、だからこのおじいちゃんのこの、さらっとディスったチェコに対する気持ち、もうだってもうドライバーズタイトルなんかどうでもいいんじゃって話だから、違います、ドライバーズタイトルを取るためにコーストラクターがどうでもいいんじゃって、だからもうチェコどうでもいいってことでしょ、入賞しようが入賞しまいがドライバーズタイトルには関係ないから、なんかそのように意図がちょっとよく分からなくて、そのドライバーズタイトルを死守するために、まあ、コンストラクターズどうでもいいって言ってるのは結局チェコがポイント取れなくてもいいって言ってるっていう意味じゃないですか、でもチェコがポイント取れなければドライバーズタイトルもダメですよね、チェコが上位で争えなければドライバーズタイトル争えないんですよね、だからちょっと意味がよくわからないんですけど、確かに言われてみるとそうだね、まあ、だからエールを送ったんじゃない、いやエールを送ってないのディスってるんです完全にいやだからディスってしかいないじゃないですか、いやそのマックスに対してお前頑張ってくれよって、もうお前が頑張って頑張っとるわいっていう話ですからね頑張ってこれじゃいっていう話ですから、まあ、散々その言ってきてますけど、車がやっぱりマックスをもってしても速く走れないっていう問題をまあ抱えているわけで、まあ、それはまあ毎回ではなくていくつかのレースですけど、そういう状態に対して、対処をするのを2人とも速く走れるようにするではなくて、チェコにはちょっと対処難しいかもしれないけど、マックスだったらこれだったら速く走れるかなっていう状態で、まあ妥協する、妥協するというかそういう方向にして速く走れるようにする、マックスだけは
あーそういうことね。マックス選手が早く走れるようにそのもうチームの力を全部ごめんそっちに向けちゃうぜっていう、うん、もちろん今の車だって早く走れる車っていうのを想定して作ったし、うん、その結果マックスだけが早く走れてチェコは早く走れないっていう車に途中まではなってたんですよね、うんうん、なってた。スペイングランプリのちょい後ぐらいまで、まあ、前半戦はまだそうか、うん、ベルギーもそうだし、うんまあ、オーストリアも早かったわけで、うんまあ、だから今でも普通にレッドブルーの車に合ってるサーキットに行けば、うんまあ、レッドブルー速いと思うんですよね、うん、一発に関しても、うん、ただそれがじゃあチェコが速く走れるかというと多分速く走れないと思われるんで、うんまあ、その方向でさらに突き詰めていくのか、まあ、今モンツァとかオランダみたいなサーキットで抱えているような問題に対処するために、まあ、もうちょっとなんかやらなきゃいけないのは確かなんで、うん、それを、まあ、チェコのフィーリングとかチェコがどう思ってるとかっていうのはもうちょっと無視してマックスだけが速く走れるもうマックスのリクエストだけ、まあ、そういう意味ではマックス専用車にするっていう意味なのかなというふうには思いましたけどね、はいはいはいうん、ああそういうことね。さすがにハースじゃないからチェコをチームプレーに させて、うんなんか相手を撃墜するとかあもちろんハースだってそんなことやってないんですけど、うんうんそれこそチェコじゃあスタートよろしくなって言ってマクラーレンノリス撃墜してもいいわけじゃないですか。でレッドブルはコンストラクターズはそれはもう取れなくなるけど、うん、マックスはドライバーズっぽいタイトルは取れるよねみたいな、うん、極論言えばそれはできますからね。で別にそれはチームがペナルティー食らうだけで、うん、マックスはペナルティー食らわないからあなるほど、うん、それはだから、ね、チェコ選手なら上手にやるからってことはできるからってことでしょまあそういう、うん、誰がどう見てもわざとだよねっていうのはまずいでしょ。そういう意味じゃないとは思うんですけど、うんまあ、そういうふうに取られかねないですよね。コンストラクターズはもういいしチェコはどうでもいいみたいな、はい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 、ドライバーズだけ確保するんやっていうのは、うん、本来であれば2台とも速くならないと、うんドライバーズタイトルもコンストラクターズでも取れないよね、うんうんうん、ただまあ多分コンストラクターズを取る取らないっていうことまでもう考えてられないっていうね、うんうんうん、ていうかまあもうマクラーレン逆転されるのはほぼもう確定だからここまで至ってはねここまで来ちゃうとね、うん、いやもちろんこのあと車が良くなりましたマックスがまたトップ走れるようになりましたでチェコも2番手走れるようになりましたなれば、うんまあ、実際序盤戦はそうだったわけですから、うん、そうなればコンストラクターズも取られないですよ別に、うんマックスがチャンピオンになるとマックスがチャンピオンじゃん、はい、でもコンストラクターズだとレッドブルがチャンピオンじゃん。でもなんかそのイメージ的にはやっぱドライバーズチャンピオンがすごいよね。チームチャンピオン あチームがチャンピオンふーんふーんこのままいくとマックスがドライバーズチャンピオンでコンストラクターズは、マクラーレンです、はい、っていうとマクラーレンが世界一速いチーム、はいうん、だけどこう世の中に知れ渡るのはマクラーレンのチャンピオンじゃなくてフェルスタッペンのチャンピオン。この言いたいこと分かりますか？あ、分からなくはないですけど、うんまあ、普通にコンストラクターズはマクラーレンなんじゃないですか、うん、だから自分もやっぱりチャンピオンと言われればドライバーしか頭に浮かばない、うん、あそうですか、うん、僕は別にそんなことないんで、うん、ありがとうございましたそうなのいやもちろんあの価値としてはやっぱドライバーズチャンピオンシップのが強いし、うんあはいはいまあ、もちろん F1 創設当初はドライバーしかなかったわけだからドライバーズチャンピオンシップの価値がまあ高く、まあ、チーム側もそういうふうに思うところはあると思いますけどね。だからおじいちゃんはこういうふうにあそういうことかコンストラクターズは取れなかったとしても、うん、でもう一つ言えるのは、うん、今年コンストラクターズ例えばレッドブルがチャンピオンにならずに2位だったとしたら、うん、来年使えるフードと CFD の時間増えるんですよ。ランキング1位取っちゃうと 70% 7位の人の 70% になるんですけど、うん、2位だと 75% 3位だったら 80% 下手したら増えるんだね、うん、ランキング1位取らない方がいいんですよ今年って。あ実はそうなんだ。っていうのはこれ25年の風洞の時間じゃないですか、うん、25年の風洞の時間ってこれ2026年型を開発する風洞の時間なんですよ。あ26年型作るのもその風洞の時間内でやんなきゃいけないわけね、はい、この26年型に使うか25年型に使うかっていう配分もチームがもちろん考えなきゃいけないんだけど、そもそも普通だったらもう今の時期から26年型とか2年先の車とか作るんですけど、今年レギュレーションで2025年1月1日までは26年型の風洞をやっちゃいけないってなってるんで、だから25年1月1日になったところから26年型の開発スタートするんですけど、はい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 、空力面は、うん、そっからのやつって今年のランキングに沿って時間が決まるんで、うん、25年ってことを考えるともちろんランキング
1位の方がいいですけど、26年型のマシンの開発考えると、ぶっちゃけ今年 1位じゃない方がいいんですよね、コンスタント。下手したらもう4位とか5位でもいいですよ、レッドブルは。じゃあ、まあもうマクラーレンは行きそうだから、あ、行ってらっしゃいっていう。まあぶっちゃけちょっと本心ではもう、余裕でこの前半戦とか序盤戦みたいに余裕でランキング1位だねだったらもう普通にダブルタイトルって取るでしょうけど、こうやってなんか争ってるんだったら下手に争ってまで1位取らなくても、下手したらちょっともうフェラーリさんメルセデスさんも行ってくれませんかねみたいな、うち1台体制なんでみたいな。そうか、じゃあおじいちゃんぐらいになるとこれ下手にチェコ選手が奮起したら逆に困るんだね。ここまで来るともうほぼね、普通に戦ったら負けるっていう状況だったら、まあ中途半端に奮起されてギリギリ1位取っちゃうぐらいだったら、まあ2位とか3位のがいいよねっていう、26年考えると昨日まで8位走ったのに何優勝しとんじゃーっていう。まあそれでマックスをアシストできるんだったらいいですよ。それでマックスのドライバーズタイトル取れるんだったらそれはいいです。下手したらあのアシストだけしてチェコは最後、ポジション落として8位でフィニッシュとかでもいいぐらいですよ、正直。下手に2位とか取るよりは。ただドライバーチャンピオンを取るためのアシストはしてほしいよねっていうのがあるんで、ノリスの前ではフィニッシュしてほしいよねとか、でもそれができないんだったらノリス優勝、フェルスタッペン2位だったらチェコ3位じゃなくてもう8位とか9位で落ちれやみたいな、あ、そういうことね、ところは正直ありますよね、こうなってくると。もしかしたらそういう逆方向のチームプレーも今後は出てくるかもしれないですよね。そうだったらもう26年見据えてって話になっちゃう、やりやすいんじゃない、チェコ選手は。やりやすかったら困る。だからマックスのアシストはしなきゃいけないから言ってると、ドライバーチャンピオンを取ることに集中だから、だから毎回もしかしたらあのアシストだけやれるだけやって、途中でシュ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 と落ちていくみたいな。ああそういうことね。もう、いいよ、もうペース落としていいよみたいな、もうスタートからバーッと前で、もうタイヤが痛んで右からとにかく前出ろっつって、やろうと思ったらできるってことだよね。まあできちゃいますよね。皆さんタイヤをマネジメントしてるから団子で走ってるだけで、そんなの関係ねえってやつが一人いれば数周だけは前に行っちゃうみたいな。ちょっとじゃあレッドブルのチーム代表も小松さんに変えますか。今の自分たちに重要なのはドライバーズタイトルだって、むしろチェコはポイント取らない方がいいって言って、そう、ちょっとじゃあ思考だけね、こうちょっと頭開けてね、ちょっと頭持ってきますみたいな入れ替えたんでみたいな。小松さんとクリスチャン・ホーナー入れ替えてみた、なるほど、そういうことか、まあまあそういうちょっと視点もあるよと思えば、またコンストラクターズ争いだから、レッドブルとフェラーリとメルセデス、まあぶっちゃけだからもうコンストラクターズはレッドブルにとって重要じゃないっていうね、まあマクラーレン行っちゃうからフェラーリとメルセデスが頑張れば、状況によっては最大4位にまで落ちる可能性があるってことだから、まあ、それこそフェラーリとかメルセデスももっと速くなって、マクラーレンと食い合うぐらいに、ノリスが勝てると思ってるけど毎回勝てるわけじゃなくて、ルクレールとかラッセルとかハミルトンも勝っちゃうみたいな、なってくるともう万々歳ですよね。そうだね、まあ、それでレッドブルが7位8位毎回だったら困りますけど、さすがにモンザみたいなことはないんで、ああなるほど、モンザはちょっと特殊だから、あれは特殊だったってことね、と思いますけどね、ということで、おじいちゃんがやりたかっただけの動画でございますが、はい、ちょっといろいろお話くださいましたね、参考に。やっぱりちょっと一応尺はね3分ぐらいで終わるわけにいかないんで、そうだね、っていうところで、ございます。はい、ということで、今回はちょっと、タロー的にはマイルドおじいちゃんだったんですけど、どうでしょう、まあ良かった、まあまあかなと思った方、エレボタン、いやもうちょっといつも通り激しくガツンとやってくれなと思った方はチャンネル登録とコメント欄、 F1 ライフのクッションは F1 ライフのスズリーしてんから、はい、そして T シャツパーカーは F1 ライフ公式ストアから、ありがとうございました。うまくいかなと。